イギリスの国旗が掲げられています。この後にフランク・ブルーノが登場してまいります。そしてマイク・タイソンが登場してまいります。 WBC 世界ストロー級タイトルマッチ、ここまではその通常のボクシングの慣例に従いまして、チャンピオンが赤コーナー、挑戦者が青コーナー、この試合もそうです、こうなっていますが、どうやらイギリスではチャンピオンが青コーナーだと、そういうことでという話ですね、はい、したがってこの後行われますタイトルマッチはブルーノが青コーナー、そして挑戦者タイソンが赤コーナーに入ることになっています。しかし入場してくるのはタイソンが先です。右のストレート、チャンピオンロペス、左を持っていきました。第7ラウンドに入っています。いずれはゴンザレス、ウンベルト・ゴンザレス、それから先ほどのマイケル・カルバハル、こういったところとビッグマッチを行いたいと言っていますリカルド・ロペス、まあ、実際あのゴンザレスとですねカルバハルが戦った時ありましたね、はい、3戦目、はい、その時90年11月だったんですが、メキシコで2人のアンダーカードでこのロペスは出てるんですよね。あ、ハビエル・バレゲスに8ラウンド TKO 勝ちしてるんですよ、はい、まあ、そういった近くで見ながらも、2人が軽量級ではスーパースターですからね、やはり刺激を受けたんでしょう。そしてロペスの方も、次は俺がっていうことを見せたかったのもあるんじゃないですか。そうでしょうね、はい、まあ、しかし現在はとにもかくにもこの防衛を続けているわけです。これが15度目の防衛戦、チャンピオンリカルド・ロペス、まあ、しかしあのロペスの場合ジュニアフライ級に上げても、はい、チャンピオンの方が断るというぐらいですからね、そのロペスに対してビラもあの真正面からですけど勇敢にいってますよ。ビロストレートをもらいましてガードを下げました。ビラボはそこに左を持っていきました。リカルド・ロペス、さっきのラウンドの後半の攻めで気を良くして気合入ってますよね。ロペスは接近戦、いやミラモは近づいてきます。ロペスが左目ちょっとカットしましたでしょうか。ちょっと赤い頭ぶつかりましたね、はい、ですからロペスはこういった頭ぶつかったり揉み合いとかいうのはぶつかれるのを嫌がるんですね。なるほど、はい、顔をカットした跡がほとんど見られない、この綺麗な表情をしていますロペス。あと20秒あります。第7ラウンド、ビラオモアも頑張っています。先ほどの葉っぱが効いたんでしょうか。ちょっとロペスのパンチ今切れてないですよ。あ、何が原因だと思いますか。まあ、ちょっとペースがリズムがちょっと自分本来のリズムじゃないというのもありますね。まあ、ですからそうですね、チャンピオン首ひねりましたね。そうですね、はい、ちょっとうまくいかんなというのがあるんじゃないですか、はい、ポイントはロペスです。あ、これはブルーノファンです。この替え歌をですねプレスカンファレンスでもね大きな声で合唱しまして ですから試合となった場合にはこの歓声に輪をかけてハリソンの歓声より多くなるんじゃないかと思いますけどね。そうですね、はい、はい、この試合の後のマイク・タイソンの試合は偶然絶後の賑やかさをもしかしたら迎えるかもしれませんよ。楽しみですね、それぐらい盛り上がるのが、ご自分ではなくて人のこう試合で大きな会場で見たという経験は何がありますか。いや、そうですね、フォアマンとかですか。あ、フォアマンの試合、自分が前座でやった時とか、はいはい、そういうような感じで、あ、やっぱりラスベガスで。あ、そうですか。じゃあ後ほどそういった、経験された賑やかさともちょっと比較していただきたいと思いますが、はい、じゃあ失礼いたしました。このラウンドは8ラウンドです。第8ラウンドに入りました。 WBC 世界ストロー級タイトルマッチ第8ラウンドに入っています。右のストレート、グローブの上に当たっていますが、おっと左のアッパー、左のアッパー、ガードの隙を見事に突きました。あの距離から左アッパー打てるんですからね。強烈な左のアッパー、3列、これは立つことができない。ノックアウトです。リカルド・ロペスの左のアッパー1戦、さっ
きのラウンド、ちょっとリズム悪いなと思っても一発があるというのは強みですね。しかも距離がありましたね。あの距離からは誰も飛んでくるとは思わないですからね、今のビラマーの食ったパンチは不用意でも何でもないんですよ、はい、あれはサウスポースタイルで構えて、まさか向こうから左アッパー来るとは誰も予想できないですから。アラビラマーの2度目の世界挑戦、ノックアウト負けです。 VTR フェイントから、ちょっとですかね、クッションとありましたね、置いてですね、はい、笠井さんどうですかこの最後のシーン。いやすごいですね、だけど勉強にならないですね。勉強にならない、打てないですからね、ああいうパンチは、あすごいですね。そして今ちょっと今背中サイドからだったんですけども、やはり距離ありましたよね、あのアッパーカットはね、距離があってあれよく出ますね。通常のアッパーカットだともう一つ踏み込んで浜田さん、打つわけですよね。ロペスの場合左のリードジャブを思いっきり伸ばした距離から左フック左アッパーが飛んでくるんですよね、ですから、この選手の強みというのは予想できない角度から予想できない距離から飛んでくるという強みがありますよね、はい、試合はラウンドごとを制していきました。